2ブロック質問、はい、ちょっと動画でまず見ましょう。どうぞ。実際になぜこの髪型はダメなのかという生徒からの質問に対して、教師の側からはルールで決まっているから、校則で決まっているからの一点張りであったという話がいくつも寄せられております。なぜ2ブロックはダメなんでしょうか。でお尋ねの髪型につきましては、それを示しているその理由といたしましては、外見等が原因で危険や事故に遭うケースなどがございますため、生徒を守る趣旨から定めているのでございます。つまり今の話は2ブロックにすると事件や事故に遭う可能性があると、率直で意味不明ですよ。驚きの答弁だと思います。2ブロックだと事件や事故に遭うという、トラブルに遭いやすいという、そんなデータ一体あるんですか。しかもトラブルに遭ったのは、あなたの髪型に問題があるというメッセージとして伝わりかねません。2ブロックを高速で禁止するということは、率直言って社会の常識、時代の進展などを踏まえたものとは言えないというふうに思います。まさに学校の中の独自のルールになっていると考えます。これ、1年ぐらい前です。そうですね、去年の3月に予算特別委員会というところで質問しました。で実は都議会のあの時議場にですね、2ブロック議員が5人6人いたんですよ。え、終わった後それこそ、ね、他の会派の議員さんたちから終わった後、あれはちょっとないよねと、だって俺事件事故あったことないしって声かけてもらったりして、やっぱりそれぐらいちょっとそれはないでしょうというのが都議会の質問の後にもありました。なるほど、はい、ただああいうやっぱり学校の校則問題っていうのは、都議会では初めてと言っていいのかしら。そうですね、真正面からこういう問題を質問したのは、ちょっとずっと記録たどったわけじゃないですけど、この間の共産党都議団としてはないですね、はい。なんかものすごい反響があるって聞いたんですけど、ちょっと紹介してもらえます。動画を出した後に一番最初にツイッターでトレンド入りしたんですよ、はいはい、2ブロックっていうワードが、で2ブロックがトレンド入りした後に、ウェブニュース、バズフィードが拾ってくれて取材受けて、はいはい、でバズフィードが今度記事を出したらまたさらにドカーンと広がって、でそういう中で今ってやっぱり SNS 時代なんですね、はいはいはい、そこで広がったものが今度はマスメディアが追いかけてくるというのがあって、テレビ番組に山のように紹介されたというのがあって、東京新聞の一面にも出るというので、反響がありすぎてそれに追いつかないという感じでしたね。なんか高校生からも結構、はい、高校生からもね、反応がとてもあって、でよくこういう質問してくれてありがとうっていう声はすごく多かったのと、実際に校則を質問を見て、自分の学校で2ブロック禁止おかしいと思ってた子が、実際に声を上げて2ブロック禁止を、要はやめさせたという事例もあったりとか、この前駅頭に立ってたら2ブロックの人ですかって2ブロックの人、はい、声をかけられて、2ブロックの人ですって言って話をして池川雄一よりも2ブロックの人が有名なんですけど、そもそもこの2ブロック問題っていうか校則問題っていうか、これを議会で取り上げようと思ったきっかけは何なんですか。これ、ね、直接のきっかけは生まれつきの髪の毛の色が明るいと言われたと、はいはい、で実際にお会いしたんですけど全然明るくなくて、普通の綺麗な黒髪なんですけど、学校の基準上明るいと言われた、高校生が、切ってくるか染めるかしないと学校の授業を受けさせないと。なんだそれは。ちょっとねひどすぎるというので、都議団にご相談があって、でその一件はね、学校側がそれはさすがにちょっと、行き過ぎましたと言って、ご本人に謝罪するってことにあったんだけど、やっぱりそういうのが一つや二つじゃないなというのは、その後いろいろご相談いただいたり、直接高校生たちから声を寄せてもらう中であって、でやっぱりその子どもの権利の問題として校則問題をきちんと真正面からやる必要があるんじゃないかというのが、取り組むきっかけでした、はい。